ゲンナジー・ニコラエビッチ・セレズニョフは、ロシア連邦の政治家、ジャーナリスト。ボリス・エリチン政権で2代目ロシア、連邦議会会議長を務めた。1947年11月6日に、ソビエト連邦のロシアソビエト、連邦社会主義共和国のスベルドロフスク州、セローフ市に誕生する。1964年に、レニングラードの職業技術学校を卒業し、レニングラードの企業で、 千番校として働く。1966年から2年間兵役に就く。兵役後の1968年から職業技術学校でコムソモール活動に従事する。1970年にソ連共産党に入党する。1974年にレニングラード大学ジャーナリズム学部を卒業する。同年レニングラード州新聞スメーナの副編集長となり。 翌年の1975年に編集長となる。1980年にコムソモール中央委員会宣伝戦道部第一副部長となり、コムソモリスカヤ・プラウダ上編集長、教員新聞編集長。1991年にプラウダ上編集長を歴任する。この間1990年7月にソ連共産党中央委員に選出された。 1991年のソ連8月クルデターでソ連共産党が活動停止した後もプラウダの編集に当たったソビエト連邦の崩壊後ロシア連邦共産党の結成に参加する1993年12月にロシア連邦議会の下院国家会議選挙に共産党から立候補し当選する1995年12月に下院選挙に 共産党から比例区で立候補し再選した。この選挙で、ロシア連邦共産党は躍進し、共産党などを背景に、セレズニョフは1996年1月に、下院議長に選出される。1998年から、ユーラシア主義者のアレクサンドル・ドゥーギンを顧問にし、ユーラシア主義を議会で推進した。セレズニョフは、港南自在の手腕で巧みに、議会運営に当たるが、 その中で、エリツィンや政権幹部とも妥協をしたため、共産党のゲンナジー、ジュガーノフ党首と次第に対立するようになり、2000年に中道左派の政治ブロック、ロシアを結成し、ジュガーノフと他元を分かつ。2002年に共産党から除名され、ロシア再政党を結成した。2008年ロシア連邦大統領選挙に立候補を表明したが、真剣には受け取られず、 結局立候補は断念した。2007年ロシア連邦会員選挙には、ロシアの愛国者から立候補したが落選した。2015年7月19日、肺がんによる合併症のためモスクワで死去した。67歳であった。ひそにガスプロム天然ガス販売部門の責任者、キリル・セレズニオフがいる。ありがとうございます。